おざます、もしもです。今回はですね、越前龍馬をサブに入れて気功場の絶対者やっていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。いや、なんか久しぶりというか、最後にね動画撮ったのが10月26日とかなんで、まあ、結構ね体感的にはね久しぶりなんですよね。いや、どうですか、ハロウィン渋谷行きましたかね。じゃあここ遅延打っていきます。いや、自分もね渋谷行こうかにちょっと悩んだんですけど、まあ、ちょっとめんどくさくてやめちゃいましたね。今年の渋谷はどんな感じだったんだろうな。なんか去年はなんかそんなになんか混雑してるイメージなかったんですけど、まあ緊急事態宣言もあったのかな。なんかあまりハロウィンっていうね感じではなかったと思うんですけど、今年はどうだったんだろうな。結構仮装してる人とかもいたのかな。なんかどっかの写真かなんかで見たのは、なんかキャプテンマーベルのコスプレしてる人はいましたね。あ、キャプテンマーベルだってね。なんか駅前でなんか見ましたね。まあエンハンスかけたんでここで殴っていきましょう。これはねリナインバースのエンハンスですね。これ倒せるかな、どうかな。この黄色のこいつだけはちょっと倒しておきたいですね。なんか越前龍馬ね火力がすごいということで、なんかどうやらねシーウルフパのサブで結構注目されてるっぽいですね。まあ、確かに自分もねちょっと使ってみた感じ結構ね火力出せるんで、いやこれも気功場ねさらに楽になったんじゃないかなって感じですね。まあ、あとは気功場に限らず、まあ、4次元の漂流者とかね、まあ、そっちの方でもかなり輝いてるっぽいですね。いや、そういえばね、時空チャレンジありましたよね。いや、なんか気づいたら終わってたというか、なんかもうちょっとね、時空チャレンジに関する動画上げればよかったなと思ってるんですけど、まあね、大学がちょっと忙しかったり、まあ、あとはね、普通になんか友達に、ね、誘われて、まあ、飲みに行ったりね、まあ、動画をね、別にサボっていたわけではない、まあ、サボってたのかなまあ、そうですね、まあ、久しぶりの動画ということで、まあ、どんな感じで喋ってたかなってね、まあ4日ぐらいしか経ってないですけど、まあ、ちょっとね忘れちゃってるんで、この気功場でね記憶を取り戻していこうと。なんか今のところあんまり気功場の内容話してないですけど、まあ、すごい快適ですね。なんか越前の副属性もね、まあ、かなりエンハンスを乗せると、まあ、42億43億か、まあ、かなりねカンストに近い火力を出してくれるんで、まあ、そこすごい安心ですよね。まあ、越前は、まあ、序盤はこの辺で撃っちゃっていいかな。ここはね多分火の無効貫通をして、多分水抑えめでいけば真ん中のやつもね結構削れてくれると思うんで、ちょっと水は抑えめでいきましょう。まあ、こんなもんかな。いやー、ちょっと抑えすぎたか。よし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 。まあ、ちょうどね真ん中のやつが固定ダメージで削れてくれるっていうのが、まあ、非常にありがたいですね。ちょっと十字組んで暗闇の目覚めも消していこうかな。こうダリアの武器をねつけてるんですけど、まあ、持ってる人はねイルムの武器とか、まあ、あれスキブ武器なんでね、まあ、あっちでもいいと思います。さあこれで何階層かな。3階層も突破ですね。で続いて4階層。あ、ルーレットか。いや今回ねルーレット回復とか持ってきてないんですけど、まあ、気功場だったらそんなにいらないかな。じゃあここは覚醒無効回復して、これで操作時間伸ばしていきましょう。まあ、ここもね全体攻撃絡めれば結構ね楽勝に突破できると思うんで、まあ、あとしっかりね闇属性を組んでいくと、この3色異常強化がね発動することによって、まあ、越前龍馬がねかなり火力を出してくれるんで、まあ、闇はね組めるときは、まあ、しっかり組んでいきましょう。まあ、あとねシーウルフの潜在覚醒ちょっとね4次元のままなんで、まあ、神キラーとかね振ってるんですけど、まあ、リダチェンでもいいかな。まあ、ここはぶっちゃけ何でもいいと思います。もうなんならお邪魔目覚め耐性とかでも良さそうですね。さあこの階層も突破していきます。続いて何階層かな。6階層かな。6階層は吸収のところですね。まあ、ここね遅延来ちゃうんで、まあ、バルキリーシェルのところ、まあ、スキブじゃなくて遅延耐性でもいいですね。まあ、今回は悪魔キラーだったかな。まずねここ全体攻撃で倒しちゃいましょう。あ、やばい、10個もいかなかった。ここね全体攻撃で倒しちゃって、でこの何でしたっけ、超スーパーアメジストカーバンクル超かな、こいつがねちょっと怒ってくるんですけど、その攻撃ね耐えられるんで、でまあ、その次で吸収無効を使うみたいな、そういう流れでも全然いいと思いますね。じゃあここで吸収無効を使っていきますか。イノスケ使って、でシーウルフ使って、でカーバンクルタゲって殴っていきましょう。うん、そう、こんな感じでね攻撃力9倍か9倍になるんですけど、まあ HP 満タンだったらね結構ねギリギリ耐えられるんで、あやべ全部削っちゃったってなっても、まあ、そんなに問題ないですね。まあ、しっかり HP 回復してれば、まあ、全然耐えられます。あやべお邪魔残っちゃった。でここね何にリラチェンされても大丈夫ですね。まあ越前龍馬だけ、まあ、4色必要なんで、まあ、その場合はねシーウルフのスキルをね使わないようにして、でまあ普通にね4色で殴っていけば、まあ、固定ダメージも入るんでね、結構ガチャドラ階層は楽勝に突破できると思います。そうなんですよね、こいつ300万だとね突破できないので、まあ、ここちょっとね他のキャラだとそこのガチャラッシュとかね食らっちゃうんですけど、まあ、しっかりね軽減貼ったり、まあ、雨の渦目とかだったらねもともと HP 倍率あるんで、まあ、そんなに意識しなくても全然耐えられると思います。まあ、ここもねそんなに硬いわけじゃないんで、まあ、普通にコンボ組んでれば、まあ、固定ダメージじゃなくてもこんな感じで、ね、突破できると思います。
で続いて8階層はミネルバですね。いやークソ、1個残ったお邪魔がどうしても気になっちゃうな。お邪魔残してるとね、ちょっと、厄介な敵がいるんで、これはぜひどこかのタイミングで消したいぞ。まあただね、ロザリンとかと違って、変換なんでね、消すって言っても結構難しいんですよね。あ、やっぱ死んじゃった。なんで？あれ、HP 回復してなかったっけ？はい、というわけで帰ってきました。いや、リダチ編もね、さっきと同じ感じで。いや、さっきは多分ね、火の2コンボ忘れてましたね。こいつね、火の2コンボしないと、軽減がね、貼れないんで、いや、完全に忘れてましたね。12万これ耐えられるかな？じゃあ、ここはシーウルフ使って、で、このね、越前龍馬のスキル使っていきます。これがね、5コンボ加算5倍円波に無効貫通ということで、いやもう盛りだくさんですね。まあ、そもそもね、気候上そんなに無効化張ってくる敵もいないんで、まあ、このスキルはね、かなり気候上に刺さるんじゃないかなと思って、副属性も42億と。もう十分ですね。さあ、続いて9階層かな。9階層は、アンドロメダですね。まあ、アンドロメダもね、こいつ弱点属性なんですけど、多分ワンパンできますね。じゃあ、シーウルフ使って、若干水が多いような気もするんですけど、まあ、でもいけるでしょう。まあまあ、ちょっと繋がっちゃったんですけど、大丈夫でしょう。まあ、ちょっとね、心配な時は、まあ、エンハンスとかね、使わずに、まあ、若干削ってから、まあ、大きくね、削っていくのがいいんじゃないでしょうか。これでアンドロメダの突破ですね。続いて10階層。10階層は、バルディンですね。バルディンはね、結構ね、削れるかどうか怪しいので、まあ、一旦エンハンスなしでちょっと殴っていきましょう。まあ、もしかしたらね、ワンパンできるかもしれないですけど、まあ、一応安全に行くためには、最初ちょっと殴ってから、まあ、2発目でね、結構強めにパンチしていくと。まあ、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。十分ですね。さすがにこっからだったら、さすがにね、こっからだったら削り切れると思うんで、じゃあここエンハンス使って、まあ、しっかりね、回復も組んでいきましょう。いや、危ないな。完全に死んだかと思った。はい、これでバルディも突破ですね。さあ、続いて、11階層ですね。グレモリーか。グレモリーちょっとめんどくさいんだよな。じゃあ、越前のスキル打って、で、ゴーザン攻めを打って、で、バルキリーシエル打っていきましょう。バルキリーシエル打つことによってワンパンしてもね、次先制が来ても大丈夫なんで、まあ、そんなに急がない場合は、まあ、ちまちまね、削っちゃってもいいと思うんですけど、今回ね、せっかくなんでワンパンしていきます。次確かアルバートとかが先制してきたような気がするんで、まあ、そこをね、ケアするためには、まあ、しっかりね、激減を張っておきましょう。闇メタか。まあ、闇メタか。闇メタか。いや、そいつは困った。まあ、ワンパンはね、多分できると思うんですけど、いや、次だよな。やっぱ回復消せないわ。結構しんどいですね。まあ、ここがね、ラファエルだったら、もうめちゃくちゃありがたいですね。よし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 、まあ、こいつあれたらワンパンすればいいだけなんで、すごいラッキーでしたね。まあ、ただワンパンしないと激ヤバ攻撃が飛んでくるんで、まあ、しっかりね、ここはワンパンしてあげましょう。まあ、副属性もね、まあ、越前龍馬しっかりね、軽く出してくれるんで、まあ、そんなに問題はないかな。続いて14階層。龍、巨山祭ですね。いまだにどっちがどっちか覚えられてないっていう。まあ、ここはね、特に先制とかもないんで、まあ、ゴーザン攻めを打っていきましょう。まあ、ここもね、無効貫通組みに行っちゃってもいいと思うんですけど、どうしようかな。まあ、越前のスキルは温存していきましょうか。まあ、今回ね、花嫁剛山攻めを、これね、超覚醒7コンボ強化にしてるんですけど、無効貫通とかでもいいかもしれないですね。まあ、ボスの奇跡がね、無効貫通、まあ、必要としてる場面は、若干無効貫通火力が足りないような気もするんで、まあ、そういった時用に一応無効貫通の方がいいかもしれないですね。まあ、ただね、普段から普通に火力を出していけるっていう面においては、別に7コンボ強化でもいいと思います。まあ、結論どっちでもいいですね。で、こいつね、発狂とかないんで、そこがね、すごいありがたいですよね。まあ、発狂とかがもしね、あるんだったら、結構ね、越前を撃つタイミングとかね、こう見定めないといけないんですけど、まあ、発狂ね、ないということで、まあ、なんなら撃たなくても全然突破できるっていう。まあ、次いけるかな、どうかな。さあ、あとね、半分いったタイミングで消せないしてくるんで、剛山攻めをはしっかり残しておきましょう。さすがに水の無効貫通だと落ちないよね、どうだろう。あ、惜しいですね。まあ、指奪われちゃったんですけど、まあ、相手の体力もね、残り少ないということで、まあ、ここは全然問題ないですね。さあ、これでボスと。いや、ボスはね、光の方がいいですね。まあ、闇でもいいんだけど、まあ、光の方がありがたいかな。闇ですね。普通に闇でした。まあ、ここはただシンプルに奇跡を破壊していくだけですね。まあ、光の方はね、特に軽減とか貼らなくても、まあ、全然ね、半分いったタイミングの攻撃受けられるので、まあ、そっちの方が気持ち的に楽だったんですけど、まあ、闇もただ、バルキリーのね、激減貼っていくだけなんで、そんなに変わらないかな。まあ、ただね、このパーティー結構ね、思った以上に火力が出ちゃうので、まあ、そういった意味で、あ、やべ、半分いっちゃったっていうね、ことが、まあ、あるかもしれないので、そこだけちょっと注意かな。これで真ん中が壊れてくれると思います。よし。
指減らされちゃってるけどどうしようかな。まあ無視でいいか。よし、これで奇跡が壊れてくれましたね。水欠損。まあただ攻撃自体はね受けられると思うので、ここが普通に消していきます。まあ53万も HP があればいけるでしょう。いやー、次は回復欠損。これやばくないか。いや、しかも落ち込みもないし、どうしようかな。いやー、どうしよう。これ、バルキリーシェル使うしかないですね。いや、マジかい。マジかい。いや、ここで回復欠損は相当やばいぞ。そしてまたバルキリーシェルため直さないといけないっていう。まあ仕方ないんで、ここは縁話でちまちま削っていきますか。はい、ということで結構ね、いい感じに削れたんで、ここでバルキリーシェル使って、シーウルフ使って、半分まで削りに行こうかなと思います。削り切れるよね。多分大丈夫だよね。いや、これね、越前くんの上もね、溜まっちゃったんだけど、まあ、エンハンスだからいいかな。まあ、こんだけね、火があれば、おそらく行ってくれるでしょう。まあ、闇もね、しっかり入れたんで。よし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 。これで半分まで削ると覚醒無効からの割合ダメージですね。 360% ぐらいだったかな。うん、じゃあここ越前の上のスキル使ってヘイストしていきます。で、雨の渦目使って覚醒無効状態を解除していきましょう。まあ、あとはね、シウル使ってもう殴るだけですね。やばい。やばい。はい、というわけで最後削っていきます。いやー、まさか幻のね、発狂に引っかかるとは思わなかったですね。うん、まあ相手の体力も残り少ないし、 L 字も組んだし大丈夫でしょう。あとは落ち込んが来れば完璧だったんですけど、まあ微妙でしたね。よし。削り切れました。よかったよかった。はい、というわけで今回は越前龍馬をサブに入れて気功場の絶対者やってきました。いや、こいつはね、スキルもまあもちろんね強かったんですけど、まあ、それ以上にね、本人の火力がすごかったですね。まあ、副属性のね42億も、まあ、結構ね出やすかったと思うし、まあ、ワンパンできる敵も増えて、まあ、すごいね気功場の安定感が増したなって感じですね。いや、火力ワークとしてねめちゃめちゃ優秀なんで、まあ、皆さんもねよかったらシーウルフパに入れて遊んでみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャー、アディオス。